どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。私は今熱海にいます。ドライブに来ちゃいました。天気が良くて。で、本日のお知らせ、ビッグニュースあります。いつもガズさんがガズレレ YouTube チャンネルで使っているあのガズのわがままウクレレ、大好評いただいておりまして本当にありがとうございます。クラウドファンディングが終わった後に、ホームページ、サイトを立ち上げて、ガズのわがままウクレレの、そこで事前予約販売の注文を受けたまわったんですけど、なんとその分も、完売というか予約終了してしまっていて、今何もない状態だったんですけど、明日11月19日の12時半、お昼12時半にまた新たに事前予約できる段取りが組めましてですね、コンサートウクレレは20本ちょっとなんですけど、ソプラノは結構ありますんで、現地でね、ベトナムでも毎日必死でこう作り上げて最高のウクレレを作ってるモジャ君とこう相談して、なんとかこの本すぐ出そうってことで、事前予約注文販売明日12時半ですよ。11月19日。なんかタイミング悪くて買えなかったとか迷ってるうちになくなっちゃったって方、ぜひ明日もう一度お願いいたします。で、今回も、まあ、そのぐらいの本数なんですけど、やっぱりその安定するまではもうちょっとずつなっちゃうと思うんで、こんな感じで小出しでいくんですが、いずれ本当にこうたっぷりとこう届けられるように今なんか構築中です。インターンも決まりますしね、インターンもね、でベトナムのスタッフもいっぱいこう今増やして今やっております。よろしくお願いします。ガズのわがままウクレレぜひゲットしてください。最高でございます。ともあれですね、僕熱海初めて来たんですよ。いいとこですよ。ヤシの木がさ、なんかこのネムの木もね、すごいんですよ。ちょっとこのネムの木も、見せてもらえますか？ネムの木が大好き。これかわいいの。南国感高めてくれます。うち、今カメラ撮ってるね、うちのハニー、奥さんですけど、なんと熱海育ちということで、僕も初めて来たんで、ちょっと奥さんのね、やっぱルーツを知るにはいいかなと思って。こんなね、天気のいい日、やっぱり海行きたくなっちゃう。ウクレレ持ってきましたよ。もちろんちょっと今ね、駐車場呼んできちゃったんだけど。とにかくそんなことです。楽しく音楽しましょう。ウクレレ、ガズの仲間ウクレレもよろしくお願いします。あと年内にね、いろんな新しいガズレレの、試みが始まりますから、また、YouTube やホームページ見て、SNS とか見て、情報をゲットしてください。うん。はい。音楽楽しんでいきましょう。それでは皆さん、さようなら。バイバーイ。バイ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 。いいね。